だ。これはこうでしょ。開かない。ハサミね、あそこに。ハサミ。あそこの棚の上の。もう全部出したんだ。ここができた。ここがこんな感じ。そしたらあれか、これがここに多分くっつくんだよね。これはこう。壊れてない。壊れてないね。これか。これ作ってもらったんだよね。これ自分で作った部分は結構わからなくなっちゃう。いいのかな？合ってんのかな？合ってないのかな？え？で、これがどうしたんだっけ？ここ。ちょっと待って。もう何だよ。細かいね。これ辺やばいね。これ老眼の人には禁止よ。これすごいや、この細かさが半端ないっす。
ったところで、こっちじゃない。角だ。角だこれ。角。うん。発音がね、ちょっとすぐ変になっちゃうみたいで、いや、ダメだった。言われちゃいました。ちょっとここに。あ、わかった。これ口だ。口つ。これすぐ。デリケートなところ、ちょっとデリケートな感じで壊れちゃう。おー、できた、すごい。なんか、できたよ。次はもうね、足の方だ。ほら、足。足ができた。足はもう、合体できちゃうのかな。合体できちゃうみたい。あ、いいね。あと足、これ足つらいね、ここね、一個ずつつけるの。そうでもない、うん、そうでもないみたい。もう足、何これ、尻尾かな。あ、尻尾だ。あ、すごい、ここでやったんだ。これすごいじゃん。難しそうなとこだったじゃん。ここなんかケツに入れるみたい。ここケツに。うん、でもあんまりなんか可愛い尻尾じゃないね、これね。この足のところが超ひ弱だ。しかもなんか足がちょっと短いような気がする。なんかこれブロック余っちゃいそうだね。あー、そういうことね。こっちの色の足作ってる。そしたら上下はこっちの色を作る。はい。これ頭の体操にはいいかも。体操にはいいけど、結構、まあ、集中力も必要だね。あ、間違えちゃった。1個か、1個で2個、2個か、1個入れて2個、2個で、また1個この色を入れて、もう一回この色を入れて、で、足だ。で、こっちか。結構ですね、足が。すごい、もうすぐで完成間近。感動だね、これ。お、一応立つ、3本でも。
発車できた。できました。できました。はい、じゃあいいね。超感動。足が回っちゃった。足の位置が悪いな。できました。こんな感じです。キリン、なんかパーツがちょっと多めにね、あるみたいなんで、これでまたなんか余ったパーツでなんか作ったりもできるかもしれないですね。面白い。ナノブロック、皆さんもぜひやってみてください。これ結構暇つぶしになるし、頭の体操にもなるし、多分いいですよ。これ多分流行るね。以上です。